皆さん、どうもどうも、よろしく頼むし、ドラゴン TK です。では本日は、ドラゴンクエストモンスター3、やっていきましょう。あれ？てか、終わってんじゃねこれ。ヘルバテラ終わったやろ？ここ終わったやろ？あれ？いや、一旦ちょっと、逃げるから戻ろうか。あれ？ってなった。あと何すんやろ？まだ何かあったっけな？覚えてねえや。もう一個ぐらいあったっけ？あ、そういえば、一番最後のステージ。一番最後のステージ。一度見に行く？配合のところ。いや、配合というか、その、キサラナイトが仲間なんだろうけし。おはよう。配合はしないよ。どんなもんか見ようかなと思ってさ。いや、まだなってなかった。あ、まだなってなかった。助かった。また配合はできない感じか、まだ。いや、それ、せえへんけどさ。うん。そうだ、預けとくか、ちょうどいいし。やられるか、可能性もあるわけやし。2万。預けとこう。いいね。だいぶ。よし、ラストのステージにやるんかな？まだまだあるけど。どうだ？ほら、ここ、最悪の魔球上層、行ってみよう！だね、新しい魔界出ていこうか。出てってやっていくか。の前に一度ちょっと追加コンテンツ確認。追加コンテンツじゃ、通信ショップ確認。ちょっと本当だったな。入荷しちゃうピー。言いたがるピー。一個だけ買っとくピー。ここら辺全部一個ずつは持っときたいな。ありがとう。じゃあねー。マジそれなーとか言ってきそう。偏見よ。最悪の魔球、高層。あ、上層ではなくて、高層だった。地獄の帝王、エスタークは、ここで目覚めたって言ってたか？ええ。その影響で、この最悪の魔球と、人間界のアッテムト鉱山が繋がってしまい。そして勇者は地獄の帝王を見つけ、完全復活しちまう前に倒したってわけか。アッコイジャ教団は言っていました。地獄の三神は地獄の帝王とも呼ばれていると。わ、三神？変な話だな。ここで見つかったエスタークは一体だけだったんだろ。あ、つまりエスタークみたいなのが、もしかしたら他にもいるかもしれないってことか。おぉ、そうなんかな、パッコイ。いや、言いたいなってね。言いたいなってね、許して。パッコイ、パッコイ、そう、パッコイ。言いたいな、言いたいなるやん。お、あれ？こんだけ？あれ、嘘？敵出てこへんの？いや、出てくるっしょ。そんなことないやろ。腐った肉。あ、そうだ。
度戻ってもいいかもしれん。ちょっとやりたいことがあってさ、小さなメダル。納品しに行きたくてさ。すぐまた来れるわけやし、ちょっとそれやっていこうよ。さっき。エクサアリーナですね。いや、まあ、やらかしてた。終わったら行こうぜって言うてたやん。忘れすぎ。書いてないね。書いてないからやね。メモしてないからね。忘れんねん。そういうことじゃ。これから思った時にメモする癖つけていこう。昔買った文房具とか、文房具ではないけど、その、ノートとか俺ね、結構持ってるわけやから。人にあげれるレベルの量持ってるわけやから。こう感じだよ。一応2枚持ってきてくれたんだね。ありがとう。これで君が集めたメダルは、全部で29枚。おー、キララン。10枚集めて君にはメタルスライムをあげちゃうよ。お、メタルスライムゲットだぜ。おー、マジで？ライム、ライムなのはそうなんだが、タルライム。なんかヒルクライムみたいな感じだね。ライムやろ。やべ、変なもん、変なの。思い浮かんでしまった。タル漬けライム。いや、おいって、ね。うん。気の心と MP アップね。お、銃か。ん？ポップスターの証をあげちゃうよ。あと1枚持ってきてくれたらハグレメタルと交換しちゃうよ、キララ。おー。いろいろとね、まだ探索してないとこあったりするんで。そういうとこにありそうな感はするね。ちょっとさ、ふと思ったけど、ふと思ったんですけど、ここ行く前にね、レベル10なんで、メタルスライムね、もう一匹いるんで、合わせてハグレメタルにしていこうかなっていうね。なぜか言っておくと、メタルドラゴンやったっけな。なんか、いるやん。メタルキングと調合じゃない。それ、アトリエやしてる。配合することで、ドラゴン何かとか配合することで、メタルなドラゴンできるっていう、のは見たことあるからさ、ちょっとしとこうかなっていう。あ、じゃあほらな、ここいるっしょ。はぐれメタル。まあ、ここら辺でいいよ。ストームね。へえ、こんなん覚えるんや。素早さアップにでいいよ。うん。まあ、これでいいんじゃね。うん。オッケーオッケー。これね、はぐれメタル1台目には、はぐれゲージみたいな感じでつけてたと思うんで。いや、一匹狼だったっけな。はぐれてるから。一匹狼。うん。こっちはじゃあ KY で行くか。いや、はぐれてるもの全員が KY って言うわけではない。うん。KY やから、はぐれられていくっていうね。うん。そういうことをちょっと思った。うん。ところはある。まあ、はぐれとっても空気読める人もおると思うけどな。うん。人ちゃうからこれメタルやから。軽いね。うん。メタルのだけに。素早さ高いし。だからそんな感じでさ、KY だからって、思ってしまったね。思ってしまったが最後や。
送っとくか。いや、ちょっとメタルキングにしたくてさ、できんじゃねえかな。ちょっといろいろ戦闘していくかも。ボスは倒したわけやし。あ、そうだ、スカウトも しに行かんと、と思い出した。まあ、でもこっちさっきやってしまいましょう。ヘルバトラーのところの、同胞を仲間にしに行きたい。欲望はある。ドラゴン系とはな。リザードマンいなかったからさ。結構、いいかなと思ったりするが。で、何スカイドラゴンだったっけなんだ。スロードラゴンだ。何かと掛け合わせてできた記憶はあんのよ。そのメタルキングとさ。よし、じゃあ、ストーリー進めていこう。なんだったっけな。ネットの情報見ただけやから曖昧なよな、記憶が。うん。ネットの情報を定着させるんであれば、自らね、アウトプットしていくしかないんだが、でもやっぱなんかいる。トラ男。パッコイ、パッコイ。それ、パッコイ言いたなるやん。言いたなるやん。この、ベンガルだった。ベンガルだったの。マジで。よし。ちょっと、出してくるか。レベルの低いモンスターたちを。タルタルソースとギガドラにはちょっとお答えをいただいて、今は。レベル上げていこう。レベルというか、そういうのをやって。スノー！オーケー。ここら辺ちょっとレベル上げつつね、やっていきましょう。で、どう行くんかな。あそこにあるな。あ、見えてなかった。あれな。ここに戻ってくれるってやつな。採用まで行こう。ん？まあ、戦おう。メタルキングにしたくてさ。だからちょっと戦闘して、25% 入るわけやし。預かり所の中にも。いっぱい戦闘していった方がいいかなって。思ったわけなんだけど。お、でんでん4号。4号じゃあ5号です。いらんやつやった。うん。お、これミホーピーもいる。まずは右から攻めていこう。おっと、どうした？今何か変なこと起こった気がする。大丈夫かな？これ。不安。あーっと、ほらもう、得意箱やんけ。怖いねここ仲間にならんからな。まあ、一応やろう。分かっていれば怖くない。うん。分かっていればな。ただやっぱな、動き出してる、うわーってなる。強いな結構。いや、強っスローやばもう8400とか入ってんで、やばいって。効果切れた。まあ、超元気玉使ってるわけやけどな。からそうなるんやけど。戦うか。よし。クラミハーピーだけ行く。強っ4500入ってんねんやばい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 。いやもう、すごいすごいってなるほんま。何かあんのかな上から見て、もう一緒かな。これ上行くだけやもんな、小さいな。あるやんあそこに見えてもだ。ってことはちょっと、まあいいや、戦おう。
あそこの宝箱どうやって取んやろ。どうやって取んやろ。いや、向こうが、左側から降りていたら先で取れる感じかな。いや、ほんと楽勝だわ。このドラゴン軍団最強だわ、ほんま。お、レベル上がる。ただそこはいらんねん。そこはいらんねん。うん、実際。ダースって狙ってから、なんかダース食いたいなってくるっていう罠にかかってくる。あ、こっちな。オッケーオッケー。デビルスマイルの証。あ、向こう側にもあるやん。よし、戦っとこう。灼熱さんとかほんと強いよな。いや、一時期さ、その、メタキンとかやったおかげでさ、レベル7、80まで行ってたんよ。これはあかんわ、思って、ちょっと背後し直したよね、ほんま。完全にルゲーになってまうって。まだストーリー続くわけやし、まあ、上層やからもうそろそろ終わるんかなとも、思ったりするけどさ。おっとっと。じゃあ、上行きますか。二階にも何かある。ちょっと待って。今見えた。奥の方に何か、それっぽいのあった。ほら！メダル出てくんじゃねえと思ったら、ほら、来たー！チーメーダー来た。ねえだ、来た。いや、ただめ、ラーメンではないからな。ジロケルラーメンでもないからな。どっかで来たっけ？おっとっとっと。こっちか。ってことは、正解引いてたってことか。行く方向。うん。まあ、あとは上行って、上でまた戦闘していく感じになりそうだね。おっと、思ったら。横すり抜けられなかった。すり抜けたかったな。意外とベンガル勝てえよな。ダースレベル上がる。よ、いいね。スキルポイント来ると思っていた。ああ、やらかした。うん。ここまで取りたいんだよ。敵全体に、火属性のブレスダメージ、極大与えるから。一旦動きなくさせて、から、こう、黒く輝く炎で、ブワー、ブワーってやったら、気持ちよさそうやん。気持ちよさそうやん。どうすな、サイコパスな発言。この可能性が、あるぞ。あるぞ。あ、もう記憶だろ、まあ。あ、終わった。これが、地獄の帝王。人間どもが攻めてくる前に。そうだったのですね。この場所で、地獄の帝王が勇者に倒されたと。世界を滅亡に導く怪物も、こうなりゃただの石像だな。お、そこから奥へ行けそうだ。先に進もうぜ。お、あ、進む感じ、あ、やっぱりなんかまだあったんや。ちょっと、ムービー中やったから。お茶飲んでたんやけど。